言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はスノーマンの話なんですけれども、それスノーマンにやらせてくださいっていうバラエティ番組がありますよね。で、スノーマン、スノータンの職場の女の子から話は聞いていて、その番組があるってことは知っておりました。で、まあでもバラエティとかはそんなに普段見る人間じゃないので、まあでも今回見た理由がやっぱりありましてね、 TVer でねやってたんで2時間スペシャルっていうことで、まあ私はその BE:FIRST のファンなわけでございまして、 BE:FIRST ファンとしてこれはもう語らざるを得ないなっていうところの話なわけですよ。うん。で、まあ LDH さん、関口メンディーさんたちとのねダンスコラボ、コラボというかダンスバトルですね、それをバラエティでやるっていう感じで、で普段その私はそれスノですかね、見ているわけじゃないので、どういう構成かは分かりませんけれども、ただなんか非常に画期的なバラエティ番組だったなぁと思いましてね。うん。まあ多分ね、いろいろ今ちょうど会社の名前もスタートエンターテインメントに変わって、でいろんなこと言う人が出てくると思いますけれども、ただいろいろとこうやっていくっていうスタンスを貫いていくということだと思いますし、まあ、だから賛成意見、中立、反対意見っていうのが262で、どうしても何のジャンルでもその賛成が2で中立が6で反対が2っていう、これは絶対にあるので、当然だけど分母がでかいからそれも出てくると思います。なのでね、そういう場合はね、そういう賛成の方の人たちっていうか、そういう人たちを増やしていくっていうところが大事かなと思ってはいましてね、まあちょっとそれは全体の話と言いますか、今の芸能全体の話ですね。うん。で、やっぱり、ラウール君とのコラボ、BE:FIRST ソータ君のがありましたし、その流れとかもあったんでね。で、今回 LDH さんとのダンスバトルというか、後藤真希さんたちもね、女子たちもいましたけど、そう。だからね、あれね、普段やっぱり SnowMan のファンの方、男性もいると思いますけど、女性がメインだと思うんですけど、あのダンスのね、やつは、男性、に見せてもいいというか、男性の方に勧めていいと思いましたよ。男性目線からして。はい。で、LDH さんとのそれが、非常に BE:FIRST ファンとしてっていうのも、でも BE:FIRST って LDH じゃないじゃんっていう話じゃないですか。でもやっぱりね、LDH と、LDH のアーティストと BE:FIRST の相性っていうか、ファンがね、結構近しい感じというか、LDH はやっぱやんちゃ系じゃないですか。うん。やんちゃ系でもあるし、ヒップホップのバイブスが多いし、まあ、不良バイブス的な部分もありつつのところもあって、BE:FIRST も実際そういう感じなので、まあ、ヒップホップ要素がより強いのが BE:FIRST かなとは思っているんですが、ダンクショーケースだったりとか、もろもろ結構 LDH と BMSG、まあ BE:FIRST ですけど、BE:FIRST マーゼルなど、一緒のフェスとかライブに出ること多くて、その流れもあって、で、基本やっぱりいろんな人たちを見たいので、LDH の、まあ、じゃ今回ね、関口メンディーさんたちもいたけど、ジェネレーションズも見ましたし、ファンタスティックスもね、それはちょっと見れてないんですけど、この間大阪でやった、京セラドームでやったダンクショーケースボリューム2で、共演もしておりますというところだったりします。はい。で、ランページさんもね、ランページはね、ライブもそうですけど、BE:FIRST メンバー、りょうきくんが映画で共演をしたりなんか、そういう部分もあって、まあだから近しいところにはいるんですよね。で、LDH と BMSG のダンスバトル的なやつを、まだ見れてないんですけど、京セラドーム行けなかったんで、大阪でやったっぽいんですよ。で、その流れを、あ、スノーマンともやるんだって思って、むしろスノーマンが主導でやるんだって思ったんですけど、これね、画期的でしたね、非常に。まあ、テレビでやるっていう形で、スノーマンが結構率先してやってくれたというか、まあ、番組制作陣がってことだと思うんですけど、それは嬉しかったし、うん。まあ、で、正直ちょっと、あ、先やられちゃったか、みたいな感じの部分はあったりなかったりとか、うん、でもそれはありましたが、で、どういう感じにするかっていうのも難しいじゃないですか。韓国とかだと結構そのダンスバトルとかだけじゃなくて、アーティスト同士で競わせてみたいなやつとかもあって、そういうのも多いんですけど、日本の場合ってちょっと文化圏とかも違うもんだから、そういうのがあんまり好ましくないみたいな流れもありそうだとは思って、だからちょっとハラハラはしましたが、でもなんかなんやかんやでうまいことまとまっていたなぁとも思いましたし、うん。
そうですね。 あとね全然関係ないですけど、思いっきり世代なもんでね、後藤真希さんは相変わらず美しいだと思ったりしたところもありましたがね、あのマックスの奈々さんも随分久々でございましてね、でも世代、あの辺世代なんでね、まあ私もそういう年齢なもんですから、そこの懐かしさもありましたしね。うん。で、あのスノーマンの、まあ言ってみれば、あの YouTube はね、それなりに見たりとかは、キャンプのやつとか見たりしてたんですよ。うん。で、ちゃんとこうバラエティでのスノーマンって見たことなくて、あのやっぱりね、そのダンスっていうところで見たから、まあラウール君のダンス見たかったし、それからあの佐久間君と岩本君かな、なんか以前の動画でも語らせてもらいましたが、多分佐久間さんと岩本さん男性に人気だろうなという話をしたら、コメントでも男性人気ありますねって話もいただいたんで、あ、合ってたよかったみたいなことも思いましたけど、まあそこを見たかったっていう部分あったんすよ。目黒蓮さんいいっすね、すごくね。なんかあのあんまり寡黙な方なのか、バラエティであんまり喋ったりはしなかったですけど、最後の方でがっつりと見せどころで持っていったりとかしましてね、あの目がね、非常にこうダンスバトルとか、自分もなんかクラブとかヒップホップ界隈にもともと若い頃似た人間なんで、ダンスバトルとか見たりとかね、ラップバトルとか自分も出たりもしましたけど、あのバトルの感じっていうのをちょっと思ってたんで、あのその感じでしたね、バラエティ番組でしたがって。まあそれあの高弘さんも言ってましたけどね、審査員の高弘さんって、あれ結構それスノ出てます。あの方ってあのマドンナのバックダンサーとかやってた人で、あのヨシキスーパースタープロジェクト X っていうあのオーディション番組があって、あのヨシキさんが作った XY っていうグループありますけど、 XY もね ABEX 所属なんで、あのあれですよね、まあ、ちょっとだからスノーマンも BE:FIRST も ABEX 半分で、もう半分があのっていう話で、だからそういうところもあるから、ちょっと ABEX 絡みでなんか絡むことありそうだなとも思ったんですけど、あれそのがっつりと YOSHIKI さんのオーディション番組の、それでダンスのまあコレオだったりそういうのやってくれてた人なんで、おお高弘さんじゃんって思ってね、うん、っていうところもあって、それも嬉しかったですけどね。いやーでもね、そう目黒さんいいなと思って、まあトリリオンゲームでちょっと見てて、あのドラマ皆さん見られた方、見られてない方いらっしゃるかもだけど、あのドラマのキャラクターって結構おちゃらけていたじゃないですか。だからあのイメージで最初目黒さんついてて、どっちかっていうと佐久間さんみたいな人かなと思ったら、なんかむちゃくちゃおこと男前ですねそんなことも思いました。ラウール君とすごい仲が良いっていうか、なんか目黒ラウールのそのケミみたいな、ケミで言うと K-POP のあれですけど、そういうペアのそれが好きって人もいらっしゃるようですけど、その感じも出ておりましてね、良かったっすね。でもなんかあの LDH の4人も言ってましたけど、普段そのやっぱり LDH のコラも、まあ関口メンディーさんをコラってあまり言うのがちょっと違うなと思ってるけど、あの関口メンディーさんたちもそうだし、スノーマンの人らもそうだし、やっぱ得意なダンス、そうでもないダンスってあると思うんで、そういうのをいろんなジャンル超えてやったっつうのは良かったですね。うん、そう、まあそういうこともあって、であとあれかな、やっぱりその佐久間さんのバラエティ能力高いなって思ったのと、これはでも多分スノーマンの方、あのファンの方みんな知ってるってことなんですよね、おそらくね。あの向井康二さんめっちゃバラエティ能力ありますね。うん、あの辺とかいいなと思いましたけど、そうちょっと名前自体もね、今ちょっとずつ覚えたりとかしてて、渡辺翔太さんっていらっしゃいますよね。実はその BE:FIRST と一緒のオーディション番組に出て、 THEFIRST っていうオーディション番組に出ていた、今そのスカイハイの元アイルザ・ショータっていう名前でソロアーティストやっている人がいて、その人の本名は渡辺翔太なんで、あの渡辺翔太って名前見た時に、お渡辺翔太だって思って何かちょっと頭悪いこと言ってるけど、そうなんかそれで親近感とかちょっと湧きますね。うん、っていうのとかあったりとかしまして、うん、だからまあ画期的でしたし、なんていうかそういうのどんどん広がっていきゃいいなと思って、なんかなんだろうな、革命起こってるみたいな、ちょっと変わってきてる、時代が動いてるみたいな感じのセリフが、その LDH の方からも、あのスノーマンの、まあ、佐久間さんたちとかからも出ていたりとかして、まあそういうことなんだろうなって思ってますよ。なんかだからあの感じとかを、やっぱりこう、もっとこう、押していくっていうか、ちょっと言葉が難しいんですけど、なんか変わってるっていう空気感っていうのを、もっと前面に出していくべきだっていうのを
自分としては思ってるんですね。冒頭でも言いましたけど、どうしても私の周りでもね、やっぱりいろんな意見があって、でその中でプラスの意見もマイナスの意見もあるじゃないですか。で皆さんだったらおそらくね、そういうのも直に感じてる人も多いと思うんですけど、どうしても同じ数いるんですよ。でネットっていうのはどうしてもその悪い方の意見が目立ちやすいっていうのはしょうがないんですよね。だからそっちばっかり見てるとネットの方で悪い意見ってのが出やすいですし、私もそのいろんな YouTuber さん見るんですけど、なんかやっぱりね、賛否両論あって、そういうところで、あ、この人こういう考え方するのかみたいなこと多くて、それってでも BE:FIRST に関してもやっぱりそうだし、まあそういう流れってあるじゃないですか。でもその中でこの、まあ、あの番組の中で言っていた時代が動いているっていう言葉を、それをあえて何回も何回も言うっていう、それってすごいいいことだなっていうふうに個人的には思っているんですね。まあこれもいろんな意見あると思うんですけど、うん、だからその感じを出していけばいいし、でぶっちゃけ今回そのスノーマンの方からそういう、他の事務所の人たちとのそういうのを垣根取っ払ってっていうのが可能だったから、まあなんだろうな、そういうのをもっとやっていければいいと思うし、あれができるのであれば本当にダンクショーケースとかにもスノーマン出ていただいたりとか、そういうことをしたら、そしたらドームでも足りなくなっちゃうかまあそんなことも思ったりしましたけど、うん、いやでもそうですね、まあ変わってきてるんだろうなって気がしますよ。案外もう動いている可能性もありますけど、その BMSG の人たちともああいう企画をやってほしいなっていうところもあるし、ダンスだけでもなく、なんかそういうのでもやってくれればなっていうところとかちょっとあったりとか、うん、なんかそういう感じですね。自分としてはなんだろう、 BE:FIRST はまあいい感じでやっていて、弟グループでマーゼルっていうグループがいて、その頃はもう本当に面白いので、むしろバラエティ適性は BE:FIRST の7人よりもそのマーゼルの8人グループなんですけど、そっちの方がありそうだなっていうぐらいに思ってるぐらいなところで、まあなんかね、そういう企画とかもしあったら面白そうだなって気が、そうだな、 BE:FIRST と SnowMan でっていうのもあったけど、まあ BE:FIRST に限る必要はないので、なんかマーゼルとか含めていろいろやってくれてもいいなと思ったりするし、まあでもなんか番組の企画でも良いし、まあもっとそのラウル君とソーダ君みたいなコラボっていうのも良いし、そういうのが実際可能になってくればっていうところはありますよ。うん。で、まあ、どうしてもね、この反動っていうかそういう動きっていうのがあって、で、どうしてもさらにはネットの動きとかネットの意見っていうのも業界の人間もみんな見てますから、その中で多分そのスノタンの人たち含めて私たちもそうだけど、垣根越えていきたいっていうタイプの人たちがもっといろんな意見を言えば良いし、それが大多数になればそれはすごい良いことだし、で LDH のファンの人たちはやはり今回スノーマンとコラボしたっていう形で多分本当にそういう垣根越えていくっていうパターンの方になっていると思うんですよね。そういう人たちを増やしていけばいいとも思っているし、で自分はその BE:FIRST のファンで、あと LDH のアーティストとかも、まあ、やはりこう結構見たりはしている、ライブでですけどね、そういうのが多く、まあ、むしろライブでダイレクトに見ているのが一番多いんだけど、うん、その中で男気みたいなところとかそういうなんか部分っていうのは BE:FIRST にもその LDH の人たちにも感じているところで、その中で SnowMan のみんなの男気っていうところをまた感じたりもしたんで、目黒くんなんかもそうだし、うん、っていうことなんで、まあなんかああいう企画もっとたくさんやってくれたらいいなって思いましたね。はい。というわけでちょっと BE:FIRST のファンとしてこれ語らざるを得ないというのは、やっぱ LDH さんとは非常に仲良くやらせてもらっているので、そこが可能になったっていうのは画期的だなと思いましたし、ね、まあ今後もいい感じでやっていければいいなと思ったので、ちょっと語らせていただきました。はい。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。